装甲空母イラストリアスですわ。ごきげんよう指揮官様。あら、こう見えてもちょっと拗ねちゃう時がありますよ。ターラントを夜襲した時、ついでにパスタの艦隊もいじっちゃいました。平和なお祝いの日には優しい調べが望ましいですわ。今日は輝きではなく、この調べを母校の仲間たち、そして指揮官様に捧げてまいります。イラストリアスのメロディーをどうかお聞きになってください。お目覚めになりましたか、指揮官様。本日もイラストリアスがお付き合いいたしますわ。指揮官様がどこに行かれようと、この調べはあなたと共に。と、フォーミダブルに録音を頼みましたわ。指揮官様、妹にも一声おかけくださいね。もしかして休憩なさるのですか？では、イラストリアスが休憩のために奏でましょうか。一緒に休んだ方がいいですか？インドミタブルはやっぱりここには来ませんでしたか。ううん、あの子もフォーミダブルも、この手の行事は苦手だと分かっていますから、無理しなくてもいいと言っておきましたわ。ハープはどこで勉強したのかですか？歌と同じく独学と言いましたら信じてくださいますか？優しい響きの中で、ごゆっくりお休みくださいませ、指揮官様。指揮官様？もう少々お待ちくださいね。指揮官様、どうかしましたか？指揮官様、未完了の任務を放置してはダメですよ。指揮官様、ボーナスを忘れないでくださいね。指揮官様、メールです。お手伝いしましょうか？指揮官様、出撃お疲れ様ですわ。イラストリアスは、このまま一曲お願いしたい、ですか？では、ご期待に応えて、癒しの歌を歌って差し上げますね。このイラストリアスでも、指揮官様の心の闇に触れられないというの。指揮官様、女の子のどこが一番だとお考えですか？もう、私の目を見てちゃんと話してください。指揮官様、こう見えても意外と野戦が好きですよ。まあ、そういうのではありませんわ。でも、指揮官様は、やはりお好きですか？指揮官様、軟着陸、試
してみます？指揮官様のことならイラストリアスは何でも受け入れちゃいますから。だから指揮官様の思い全部イラストリアスに教えて。委託組が帰還したのですね。では次の曲は。これで輝きをもっと遠いところまで広げられますね。平和のための調べよ。この調べ、そして輝きは、私たちの凱旋を祝賀するものになりますわ。優しさだけでは勝てないとは分かっていますが。聖なる光よ、私に力を！なんちゃって。指揮官様、慌てないで。私はここにいるわ。光はまんべんなく注ぐものですけど、指揮官様にならもう少し差し上げますわ。だってイラストリアス、指揮官様からも大切なものをいただいちゃいますもの。